どうも、しんどとです。しんどとの Go S チャンネル、ちょっと久しぶりにしたんですけど、今回ですね、すごく面白い企画を考えたんで、それをね、実践していこうと思います。実はですね、ぶっ壊れた鍵があるんですよ。ぶっ壊れた鍵ですか？そう、これからご案内しますけど、ぶっ壊れた鍵があって、でその鍵を開けてベランダに出るんですよね。はい。そしてベランダに出た状態で扉を閉めますよね。はい。そしたらなんと自動的に鍵がロックされるっていう鍵があるんですよ。マジですか？そう。でそこにケンケンを、まあ、うまくですね誘導して、まあ、ケンケンそこ出ていただいて、はい、閉めたら鍵がかかるから、あれなんで鍵かかるのってなるじゃないですか。なりますね。そうで、それで例えば我々がいたら、はい、いたずらでさ鍵かけられたっていう風に思うじゃん。まあ普通はそうですね。そう。でも俺らがいなかったら、えなんでってなるやん、はい、だからそのなんでっていうリアクションを、まあ、ちょっとね絵に収められるように、今回はやっていこうと思います。じゃあちょっとその鍵のところまで一旦行きましょう。はい。はい、こちらの鍵です。んこれですか？これ開いてるやん普通に、はい、開いてる状態ですよね、はい、これ閉めますよね、はい、これ普通の鍵だよね、はい、で、あの開けるときにさ、例えばこんくらいしか開けないでも開くじゃん、はい、こういう状態になったときに、もしこの辺とかでさ、こう開けましたからのこう閉めた場合、これがおおお、キーペにかかってるやん。やばない？え、かかってる。やばいやろ、はい、この感じでかかって出てたらはってなるやん、はい、でちょっといくよ、一回ちょっと試してみるね、はい、でこの状態で、やばいやろ。やばいっすねこれは。え？これをちょっとね、あのケンケンに はめてみたいと思うんですけど、ただそのベランダにケンケンが行く瞬間っていうのはいつも電話してるタイミングなんですよね。あー確かに。電話するとき必ずケンケンベランダで話すから、うん、だからまあベランダにちょっと電話がめちゃくちゃ鳴ってるタイミングにケンケンが行くときに、ちょっとねうまくね僕らがそこにいないっていう状況を作っていくところをこれからやっていこうと思います。じゃあやってまいります。はい、決まります。あっ、え、ズームどうだったかな。ズームはまあそうですね、まあ、使いやすいっちゃ使いやすいよね。ただなんかこう全員が音をこうなんていうんですか、ミュートにしていないと、うんうん、やっぱりこう音が割れたりとか、うん、誰が何言ってるか分かんない。え、 YouTube ライブとどう違うの？結局YouTube ライブとかもチャットだけなんじゃないですかね。なるほどね。で、Zoom だとその一人一人の顔を確認できたりとか、うんうんうん、はい、あとなんかその Zoom だと一応その、なんて言うんですか、こうセパレート、その一言はセパレートできたりするので、あ、すいません。ああ、うん、もしもし。あ、ケンケン、車取ってくるよ、さっき。あ、はい。車取ります。え、あの、かかったちゃんと。もう、それはもうバッチリですね。え、確認した？確認しました。よっしゃ、相当面白いでしょ。バリ受けるでしょ。いや、あんなもう、はい、緩い鍵あるんですね。え、でもさ、はい、あの鍵かかったっていうところは気づいてんの、ケンケン？いや、気づいてないと思う、まあ、電話してたでしょ、まだ、はい、絶対気づいてないですね。で、ちょっと、俺らが、真下に今から車止めるんで、はい、で車止めたら結局ケンケンがさ鍵かかってるわけじゃん、はい、で電話、まあ、もうちょっと多分切るやろうけど、切ったらあ鍵かかってますやんってなるやん、はい、で
多分俺らが疑われるやん。まあまず間違いないでしょうね。でも俺らはかけてないから、はい、かけようがないなっていうふうに本人気づくやん、はい、じゃあそしたら多分焦ると思うんで、でちょっとその焦ってる様子すげえ見たいんだけどさ、あの、はい、カメラあるでしょ、隠しカメラ仕掛けてるでしょ、はい、仕掛けてる。それであの後でちょっと楽しまさせていただきます、はい、いや楽しみですね。相当楽しみ。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。あれ。おーい。ちょっとあれだね。どうしようかな。どうやって確認しようか、ケンケンがその鍵かかって焦ってるって気づき出したタイミングで。多分あ、そうか、電話かかってくるな、俺に。あ、そうですか。電話かかってくるでしょ、多分。あ、ああまあそうですね。まず。かけてくるでしょうね。新さん、たっつん、つかさ、はい、これはさ、俺らがさ結局知ってるからいいけど、はい、これガチでさ俺らいなかったらヤバくない？いや、やばいっすね。普通にさ、本当に閉じこもるよね。はい。おーい、おーい。冬だったらもう死にますね、下手すると。子供が悪いことしてさ、はい、お尻ペンペンされて外に出されるみたいな感じやん。そうっすね。でも見えんね。あ、そっか、じゃあ見えないんですか。まあ見えんね。まだどうなんやろ、電話しようよ。なんか状況が分かんないから何とも言えないよね。電話がいつ切られるかが分かんない。まあとりあえず見えんね。どうなんでしょうね。まあ動きを待つしかないですね、はい、待ちましょう動きを、はい、山が動くのを待ちましょう。ケンさん、タツ入り込みそうですね。張り込みそうですね。探偵の仕事みたいな。俺もともとでも探偵の仕事してて。あ、そうなんですね。相当若い頃だけど。へえ、探偵。でも張り込み調査相当多いよ、探偵の仕事。もう証拠を抑えるっていうのばっかりだから。で、そういうのって警察から依頼が来るんですか？いやいや、普通の一般人から。こう依頼が来るよね。ああ、浮気調査とかそんな感じですか？とか、まあ、あとはそのなんていうかな、あの人とあの人が密会してるとかいう、その会社と会社とかの代表同士とかね、はい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 、ああやっぱそこ繋がってんだっていう物証が欲しいとか、あそういう張り込みは多かったよね。マジで。鍵はかかってるよね、ちゃんと。鍵はかかってますよ。あ、電話かかってきた。来たか。いや、ケンケンやん。いや、これ絶対あるやん。鍵かかってるからかけてきてるよね、これ。これは。もう違います。出ません。いや、ケンケン。え、ちょっと待って、見てる。おらんな。ケンケン。え、これ絶対あれやん。普通に開いたら降りてくるやん。車取りに行ってくるってさっき言ってるからさ。はい、今電話かかってくるってことは歯みたいな感じになってる。はい。またケンケンかかってきた。2回目です。2回目です。そう。これは出ずに3回目かかってきたら出ます。わ、はい、かりました。ちょっと、お、一回降りようか。わかりました。じゃあ、出ます。はい。もしもし？は
あ、もしもし、ドアドアが開かないです。え？ドアが開かないんですよ。何のドア？入口の閉めました。はだ、ドア閉めたで。何のドア？僕ベランダで電話かけてたじゃないですか。うん、ベランダ出てたね。で出てて開けようとして今完全にドアが閉まってて、ね、ベランダのドアが。ベランダのドアが。いやいや全然かけるわけない。だってさ、ケンケンが出てた時俺すぐエレベーターで車通り降りてったよ。でも全然開かないですよ。でも全然すぐ降りたよ。ケンケンベランダ出るタイミングに俺とタッツン車取り行ってるわけだから。まあ鍵が開かないんでベランダから出れないよ。は？なんで？鍵が開かんって何？ベランダの？いやなんで笑ってるんですか？いやいや、もう完全に子供なんで。じゃあちょっと待って、ちょっと言うてることよくわからんけど一回上がるわ。一回上がるわ。はいはい。じゃあこれで結構焦ってるって感じは分かったんで、じゃあ一旦上がりましょう。はい。ケンケン救出大作戦で。おるなんでこれかかっとん かけてないかけてないじゃあ鍵を開けます。はい。あー、でもさかけてないよ俺ら本当に。マジで。いやでも閉まってたんで。ちゃんとなんで撮ってるんですか。いやそれはちょっとね、ここでネタバラシをしようと思います。これさ、鍵を普通やったらかけるやけど、俺例えばこの状態で開けて出るやん、閉めたら閉めますよね。そしたら見てて、おお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 。まあ、ケンケンさ電話するとき必ずベランダでしてるから、ケンケンが電話してるときにこの現象を起こしたらどんな反応を起こすかドッキリってことで、まんまとしてやられましたね。コナンのあれだね、ちょっとどっかの話に使ってほしいということで大成功ということで。大成功つかさ、俺らがかけたと思った。だって俺らさ、絶対もうエレベーター降りてるからね。急にだって閉まることなんてないじゃないですか。でもこれ閉まるんで。すごくないこれ。まあそんな感じで、ね、まあ、とりあえずあとはですね、中に隠しカメラ置いてるんで、ちょっとね、リアクションを見てみましょう。やられましたね。はい。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあの。夢は叶う。何べんだって。僕は行く逆風でも越えてくんだ、越えれるんだ、ありきたりな定説を。じゃあちょっとサムネを撮ろうか。一枚写真撮ってないサムネで。ちょっと一回寝てもらってもらって。あ、ですか。大成功ってことね。はい。